はい、ですね、今ですね、右側の割れてる水槽を直してるところなんですけれども、衝撃的なことが起こりました。というのがですね、右に入ってた水槽のタウンゼントとクイーンのちっちゃいやつなんですけれども、それを右側にちょっと隔離してる部分があるんで、そっちに移してたんですよね。今、まあ、タウンゼントが入ってる部分なんですけれども、ふと気がつくとですね、ちっちゃいクイーンがいなくなってたんで、あれどこ行ったのかなと思ったらですね、そっちの大きなクイーンが入ってる左側ですよね、左側の方に、気がつけば入って泳いでました。それで何が衝撃的かということですね、もうそのまま殺されたっていうんであればよくよくある話なんで、まああまり驚かないというか、まあ悲しいんですけれども、それよりもちょっとびっくりしたのは、普通にですね、あの大きい方のクイーンが全くですね、あのちっちゃいやつを追い回すことなく普通に泳いでます。まあ今大きいクイーンが空いてる横ぐらいに多分ちっちゃいのがいてるんですけれども、あの全く追いかけないです。多分この光景はまずアクアリウムショップでは 100% 見たことないと思います。まあ、でこういうことが起こるというか、こんなことをチャレンジするやつがいてることはまずほぼ 100% いてないと思うんですけど、まあ、今回ですね、たまたま、水槽の中に入ってしまったんですけれども、ここまで追い回すことがないっていうのが本当に不思議なぐらいないことなんですよね。あ、今出てきましたね。はい、もう本当にこんな感じです。まずありえないです。こんなに何も、もう間違いなくクイーンちゃんが、大きい方がちっちゃいのを 100% 見つけてですね、追い倒して追い倒して、まあ多分このサイズの差であれば秒速で多分殺されると思います。今、左の方にいてますね。もうでもちょっと軽く威嚇ぐらいはするんですけれども、もう追い回すことがまず 100% ないです。これはですね、ちょっと衝撃的というか、まあ楽しみというんですかね。大きな水槽が来たら、ちょっとこのままちっちゃいのと大きいのも一緒に買おうかなと思ってます。もうこの大きいクイーンは多分他のクイーンを持ってきても多分一緒に飼えないだろうなと思ってたんで諦めたんですけど、まあ今回こういう形で一緒に混泳ができるっていうの、まあサイズ感的にはもうありえないようなサイズ感ですよね。大きいのと小さいのなんで、このままちょっと観察してですね、成長を見守っていきたいなと思います。で、逆にタウンゼント1匹になっちゃうんで、タウンゼントの中にはまたクイーンをね、あのベリーズクイーンって言って、まあブルーが強いやつで、もう中で綺麗なやつが入ってくればまたちょっとそれを購入してですね、混泳をしていこうかなと思っています。ただですね、なかなかその綺麗な個体が入ってくることが少ないんで、まあいつになるかちょっとわからないんですけれども、まあ楽しみがちょっと増えてきましたね。本当にまあちっちゃなクイーンがあのままほんまに泳いでるのがですね、すごいことなんですね。まあ今もうほんまに一緒にいてますけど、全くですよね。あの状態はほとんどないんですけれども、どっちかというと他の魚を蹴散らすぐらいの領域なんで、まあアクアリウムショップの方々、まずこの光景を見ることはないと思うんで、うん、まあアクアリウム行ってもこれを見ることはまず 100% ないです。
なのでちょっとこれは、まあ、またですね、僕が行ってるところにこんなことあったよっていう報告はしようかなとは思ってるんですけれども、まあ今接近戦ですよね。こんだけ近づいても追い回さないってことも 100% ないんで、まあちょっとすごい絵が撮れたんで、絵が撮れたというか、まあこれから普通になっていくんですけれども、これでちょっとですね、タウンゼントの方はもうもっと数がどんどん増やせるかと思うんですけど、こっちの大きなクイーンの方はもう多分、クイーンをもっと増やすっていうのは 100% ぐらい難しいことだと思うんで、まあここで止めといてということになると思います。まあまた別のね、やっこちゃんたちですよね、なんとかエンジェルちゃんたちは、あの欲しいものが出てくれば、一緒に帰っていきたいなとは思うんですけれども、まあなかなかねちょっと縄張り意識が強い魚たちなんで、まあ後で増やすやつは結構難しいというか、なかなか一緒に入れるのがハードルが高いところがあるんですけれども、まあ本当にこのクイーンのちっちゃい方はたまたまなんですけど、他の魚にもあまり威嚇されることもなく普通に泳いでくれたんで、まあこのサイズ感で一緒に入れれるんですけれども、まあ長々とちょっとしょうもないというか、あまり楽しくない話でしたけれども、本当に衝撃的というか、あまりこういう絵を見ることはないと思うんで、まあちょっとそんなことはないだろうと思う方は、アクアリウムショップに行ってこんなこともあったよって聞いてみてください。それでは今回は、急遽全然違う絵になりましたが、次回ですね、次回またこの上の、もうオーバーフローまでは行ってあるんで、この水槽が立ち上がってっていうか、まあまだ今単独なんですけれども、オーバーフローの仕組みの方をですね、また説明していきたいと思います。それでは、はい、お疲れ様でした。